旧名古屋高祖院地方裁判所裁判所庁舎は、愛知県名古屋市東区所在の建物。重要文化財。入居する名古屋市市政資料館によって、保存、公開されている。レンガ、鉄筋コンクリート作りで、ネオバロック様式を基調とする3階建ての洋風建築。1922年に、名古屋高祖院、名古屋地方裁判所及び、 名古屋区裁判所を一つの合同庁舎にまとめるために建設され、戦後も名古屋高等地方簡易裁判所庁舎として利用され、長らく中部地方における司法の中心であった。1979年の裁判所移転に伴い、取り壊されるところであったところ、保存を望む声を踏まえて名古屋市により保存修理等の工事を経て、 名城公園内の名古屋市市政資料館として利用されるとともに同資料館により保存、公開されることとなった。1984年5月には本、建物が国の重要文化財に指定されている。所有者は国。日本全国に8つ建設された高祖院のうち庁舎が現存するのは名古屋高祖院と札幌高祖院のみである。3階建ての洋風建築で、 玄関ポーチ及び正面中央の洞爺を有する。赤いレンガと白い花崗岩の外壁、緑色の上矢銅板、屋根の黒いスレートが組み合わさった早朝で華やかなネオバロック様式を基調とする館長建築。内部の衣装は基本的には簡素であるものの2階と3階を吹き抜けとした中央階段室はステンドグラスの窓や 漆喰い塗りマーブル塗りによる仕上げが施されており、三回会議室と共に優れた衣装として知られる。構造は、レンガ壁と鉄筋コンクリート作りの梁や床を組み合わせたもの。レンガ作りとしては最末期の大規模近代建築であり、日本の近代建築における大正末期の建築物の特徴を忠実に備えている。本建物の遠隔は概ね以下の通り、 設計監督は当時の司法省営善課が行い、司法技師の山下圭次郎と金指森太郎が主任として工事を担当した。1985年12月から1989年6月にかけて行われた工事の概要は以下の通りである。本建物は現在名古屋市の公文書館の役割を果たす名古屋市市政資料館として利用されており、 その現状はおおむね以下の通りである。展示内容等については、名古屋市市政資料館を参照。ありがとうございます。